トラビス・ジェームズ・スナイダーは、アメリカ合衆国ワシントン州、スノホミッシュ軍エバレット出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアリゾナダイヤモンドバックス参加所属。高校時代は、野球の他にアメリカンフットボールも行っており、ランニングバックとラインバッカーを務めていた。野球では、ワシントン州のチャンピオンシップで優勝している。最終学年の2006年シーズンは、 打率5割、11本塁打、45打点を記録し、ドラフト前にベースボールアメリカが発表した全米高校生のランキングでは4位に入り、クレイトンカーショーラと共に USA トゥデイシのオール USA チームにも選ばれた。トロントブルージェイズ時代2006年の MLB ドラフト1巡目でトロントブルージェイズから指名され、プロ入り。1年目は、 参加のルーキー級プラスキブルージェイズ、2年目は A 級ランシングラグナッツで3割を超える打率を残し、2008年にはブルージェイズのトッププロスペクトとなる。2008年のシーズンは A 級ダニーデンブルージェイズからスタートし、夏にはトリプル A 級シラキュースチーフスまで昇格。8月末にメジャー昇格を果たした。2008年8月29日の ニューヨークヤンキース戦でメジャー初出場。その日にいきなりカール・パバーノからメジャー初安打となる二塁打を放つ。最終的に24試合の出場ながらも打率。301を記録した。2009年は開幕をメジャーで迎える。開幕直後は好調だったが、その後は深刻な打撃不振に陥りマイナー降格。 トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズでは好成績を残し、8月に西右翼種のアレックスリオスがシカゴホワイトソックスに放出されると、再びメジャーへ昇格した。2010年こそはブレークを期待されたが、開幕直後から苦しみ、さらに5月には故障者リスト入り、結局82試合の出場にとどまり、満足のいく成績を残すことができなかった。しかし、 本類打数は2009年に比べ5本増やし14本類打を放った。2011年は春先から不振に陥り、再びトリプル A 級ラスベガスに降格となった。降格後は怪我の影響もあり再昇格しないままシーズンを終えた。メジャー、マイナーを合わせてもわずかなな本類打に止まり、持ち前のパワーも影を潜めた。ピッツバーグパイレーツ時代二千十二年七月三十日に、 ブラッド・リンカーンとのトレードで、ピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。移籍後、トロントメディアからの取材の中で、シトガストン元監督やジーンテナス元打撃コーチの指導法を通列に批判した。2014年1月17日に、パイレーツと1年契約に合意した。2015年1月27日に、スティーブン・タープリー、後日発表選手とのトレードで、 ボルチモアオリオールズへ移籍した。8月7日にディーフとなり、15日に自由契約となった。2015年8月20日にパイレーツとマイナー契約。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入り。10月22日に FA となった。2016年1月30日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月30日に一旦自由契約となった後、4月1日に再びマイナー契約を結んだ。この年は6月30日に再び自由契約となるまで参加のトリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレーした。2017年1月6日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加の AAA 級ラウンドロックエクスプレスでプレーした。8月15日に金銭トレードでニューヨークメッツへ移籍し、参加の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズへ配属された。2018年4月5日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約。 2009年の MLB プロスペクトトップ50では7位にランクインしている。守備位置は左翼種または右翼種。高校時代は右翼種だったが、ブルージェイズの外野陣には看板選手のバーノンウェルズとアレックス・リオスがいたため、プロ入り後は主に左翼種として育成されてきた。しかし、リオスの放出に伴い右翼での起用が多くなった。ありがとうございます。